安倍晋三元首相、享年67の銃撃事件から約1ヶ月。山上徹也容疑者が、凶行に及んだ動機とされる、旧統一教会に関する報道を見て、なぜハマるのかと、理解できず驚いている人もいるだろう。だが、あなたの家族が被害者になる可能性は大いにある。都内在住の須田優子さん、かな、44歳が話す。高校時代に仲の良かった同級生から連絡があり、10年ぶりにランチをしたんです。昔話に花が咲き、とても楽しくおしゃべりしていました。ですが、彼女が突然タブレットを取り出して、見てほしい映像があると2時間以上も宗教団体の勧誘動画を見せてきて、だんだんこれが真理なのかもと思えて、危うく信じ込みそうになりました。明星大学心理学部准教授の藤井靖さんが警鐘を鳴らす。カルト宗教などに対し、ハマってしまう方が悪い、自分は絶対にはまらないと考える人がいます。しかし、ハマるかどうかは、運とも言えます。正直、状況次第では私自身もハマってしまう可能性を否定できない。カルト宗教の勧誘は、サークル仲間や友人の友人といった一定の関係を築いて行われることが多い。心理的に即座に拒否するのが難しい状況を作るためだ。さらに一度断っても継続的にアプローチをかけ続ける。人というのは感情や体調にムラがあるものです。継続的に接触していれば疲れ果てて弱ったタイミングに当たることもある。その時に我が団体に入れば大丈夫、全ての悩みが解決して幸福になれると言われたら、憔悴している人は飛びつきたくなるものです。藤井さん、身近な人や自分自身が不運にも危険なものにのめり込んでしまった場合、私たちは何をすべきだろうか。ヤバい人の境界線精神科医で岡田クリニック院長の岡田尊司さんは、依存は現代人にありふれた問題だと話す。宗教に限らず、患者の中にはスマホゲームに何千万円もお金を使ったという人や、占いに何十万円もつぎ込んだという人もいました。彼らにとってそれが心の拠り所になっているため、一概に否定はできませんが、全財産をつぎ込むほど浸水するのは危険サインです。特定のものに対して過剰な依存に陥りやすい人は、依存性パーソナリティ障害の疑いがある。さらに依存を超えて狂信という段階に至る場合には、妄想性パーソナリティ障害を有していることが多いとされる。前者は強い不安に苛まれていて自信がなく、自分よりも確信を持っている人に頼りたいと考える特徴がある。暗示にかかりやすく、マインドコントロールを受けやすい。一方、妄想性の人は不信感が強く、裏の意図を勘ぐり、何に対しても怪しむ傾向があります。岡田さん、